はい、どうもこんにちは、フレッシュスバル君です。よろしくお願いします。突然ですが皆さん、第5人格いつ頃から始めてるでしょうか。事前登録者報酬でしかもらえないこの謎の青い鳥を持ってるくらい、結構昔から僕はプレイしているんですね。そんなわけで今日はですね、第5人格のシーズン1から10までの歴史をね、懐かしみながら振り返っていこうかなというふうに思います。それでは行きましょう。どうぞ。シーズン1、まずはじめに iOS 版がね、7月5日からリリースされて、その1週間後ぐらいに確か Android 版がリリースされました。リリース当初なんていうのはもう本当に泥棒とか、今ではね考えられないんですけど、当たり前のにね、隣の席に泥棒がいるっていうのが日常でした。ちなみに待機画面ではステージなんていうのは、ね、一切表示されていませんでした。今でこそ超能力者バトルゲームになっている第5人格なんですけど、ゲームリリースしたではね、本当直接OK のハンターしかいなかったので、純粋なね、鬼ごっこゲームをやっていました。なので、板ぐるとか、板倒しの読み合いとか、そういうのが、多くあった時代だったのかなというふうに思います。ちなみに当時の解読速度は、現在の解読加速後の解読速度だったので、機械技師であれば60秒以内に解読がね、終わってしまうっていう環境でした。ちなみにこの機械技師っていうのは、今でこそ弱体化された機械技師なんですけど、当時は本当に最強格と呼ばれるキャラで、実装当初はロゴ出し3回、機械技師がいるだけで他のサバイバーの解読速度が 8% アップっていう外在特質を持っていました。ただでさえ解読加速5の解読速度なのに、機械技師がいることによって 8% は上がるっていうね、結構ぶっ壊れなね、キャラクターだったんですよね。ちなみに、実装当初の機械技師はロボを出した時に、なんか謎の無敵時間があるっていう、ちょっとバグがありましたね。こんな感じで。このシーズンからね、機械技師は弱体化するまでの S11 までのスタメン入りを果たし続けていたっていうキャラクターになります。調光師が追加されると、泥棒、調光師、機械技師、空軍っていう、こういったね、構成になっていることが多かったです。で、ちなみにサバイバーの声も、現在とは変わっていて、機械技師の声と空軍の声が全く同じ声だったんですよね。で、女の子のサバイバーのワンダメ以上のダメージを受けていた時の声が、ね、R18 金の声を出していたために、後に修正されることになります。ちなみに僕もね、第5人格を実家で、スピーカーでね、音量マックスでね、やってたらね、自分の母親に、この子もそういう年頃かしらね、みたいな目でね、見られました。このぐらいの頃から、配達員がね、実装されるかもしれないっていうリーク情報が入って、この子可愛いね、っていう風な話がね、たくさんあったんですけど、結局、1年後に実装されるのは、手越優也だったっていう感じですね。これまで伝えてきた通り、サバイバー圧倒的有利環境だったんですね。裏を返せば、ハンターは圧倒的不利環境を強いられていて、結局 S1 終了時点で邪竜っていうのは普通12人しか出なかったんですね。本当に邪竜っていうのは幻の存在だったなというふうに思っています。今と性能が違うハンターも多くて、特にリッパーは、サバイバーが同じ場所に一定時間いると、霧の都っていう外在特質が発動して、霧が濃くなるんですね。この場所でのみ、霧をね、撃つことができていました。もうリッパーの場合だと、すごいね、わかりやすいくらい、霧が出るので、ハンターリッパーなんだなっていうのが、すぐにね、わかる状況台ですよね。リッパーの元ネタであるジャック・ザ・リッパーと、霧の都っていうのは、関連性があったりとかもしたので、霧の都っていうのは、個人的にはすごい好きでしたね。ハンターの人格も大きく変わっていて、S1 の時点では、現在でいうところの古紙の位置に最悪の一撃って呼ばれる、サバイバーがチェアに拘束されている、かつ、ハンターから18メートル以上離れている時に、ハンターの攻撃が、最悪の一撃というものがこう出せるようになっていたんですね。最悪の一撃が出ると、健康状態でも一発でダウンになるので、かなりね、好きだった人もね、多いんじゃないかなっていうふうに思います。ハンターが、最悪の一撃が出せる状態だと、目が黄色く光るっていうのも、ちょっと個人的には好きでしたね。現在の裏向きカードがある右側の人格も結構変わっていて、作敵系の人格がすごい多かったんですね。例えば、カラスの群れっていう、カラスが飛んだ時にハンターにね、通知が行くっていうものがあったりとか、狂犬っていうサバイバーの足音が消えるのを遅くさせることができる人格もありました。
ぱりS1 でよく使われていたハンターっていうのはやっぱピエロが一番多かったですね。判定が本当に強くて、よくね、前者とかで、判定がおかしいっていう風にね、サバイバーたちがね、一生懸命叫んでいたのがよく覚えています。まあ、ハンターには、まあ、存在感をね、試させなければ問題ないっていう風なね、風潮があり、解読もバカバカ空いていく環境なので、ハンターはね、苦戦を強いられている中で、実装されたのが、このハスターですね。ハスターは実装される前は最強だって言われていたんですけど、まあ、実装されてみたら、あれ、意外と強くねえじゃんみたいな、足も遅いじゃん、意外強くねえじゃんっていう風に言われて、誰も最強っていう風に言われなくなりました。今最強ハンターのねタコが来るっていう情報を聞きつけて、タコガチャが実装されてすぐに2万円課金してタコをね当てたんですが、まあ、かかった費用としてはおよそ2万円手痛い出費でした。そのことを知るフレンドさんとかリスナーさんにはスバルのタコは2万のタコと呼ばれています。ハスターが実装されたと同時に固形村も実装されて S1 がね終了します。 S2、この S2 の時に傭兵が強化されて2ダメージ背負っててもすぐにはダウンしない現在の傭兵になりました。まあ、ただこの頃にはスタメン入りはせず空軍調校士、機械技師、調校士っていうパーティーが多かったイメージがあります。このシーズン2の神髄にて白黒がね、登場します。当時はね瞬間移動がねいらないハンターだっていう風にね騒がれていたんですけど、懐かしいですね。 S2 の時は異常白黒っていうのがねすごい流行っていた記憶があります。当時の異常っていうのは暗号機解読進捗をね 50% を戻す性能で、何回使っても 50% 戻せる性能だったんですよね。暗号機を守る異常白黒っていうのが流行っていた時代でしたね。でシーズンが進んでいくと遊園地とダブルハンターモード、ダブハンモードが解禁されます。実装当初のダブハンはもうハンターがね多すぎてね、もうサバイバーが全然いなかったんよね。で2018年10月末頃に、まあ、リッパーが強化されて霧の都が廃止、常時ね霧が打てれば現在のリッパーの姿になりました。シーズン2っていうのはハンターも邪竜が多く出て、まあ、サバイバーとハンターのバランスっていうのがねよく取れていた時代だったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、そんな今夜で S2 は楽しく終了したんですが、この次のシーズン S3 ではこのゲームのね引退者を大きく出してしまうような事件が起きてしまいます。 S3 がね始まってすぐにジョセフが追加されました。その後すぐに来たのがレオ強化と雲の強化ですね。レオ強化は黒レオをね出せるようになる強化だったんですが、この雲強化なんですけど、それまでの雲っていうのは地面に糸を張っていくっていうのがまあそれまでの雲だったんですが、この強化によってまあ現在の雲のようにこう壁と壁の間に糸を貼り付けるとか、そういう糸の貼り方ができるようになるアップデートがね加えられました。でこの時のアップデート、非常に害悪なアップデート、非常に強くさせすぎた、まあ、アップデートだというふうには、ね、思っています。このアップデートによって雲のね糸吐きのクールタイムが5秒で吐くことができるようになった。そのスピードも、まあ、現在の雲の糸吐きスピードよりも速いスピードだったんですね。で、さらに、まあ、今の雲糸の加速よりも、まあ、さらに長い、まあ、2.5 秒ほどのね、加速状態がね、維持できたんですね。で、本当にもうグルチェなんてできたものではないというくらい、雲はね、圧倒的強化されました。まあ、それまでね、雲は全くと言っていいほど使われていなかった最弱のハンターとも呼ばれていたんですけど、このアップデートによって最強のね、ハンターに変わりました。雲のアップデートが来た当初の環境っていうのは非常にもう荒れに荒れてまくってですね、まあ、圧倒的サバイバーフリー環境がね到来しました。勝率が2割3割台っていうのがね非常に多かった時代でした。僕のね S1 からやっていたフレンドたちもまあ引退をするっていう方もね多かったです。 S3 の中でまあ糸吐きのクールタイムがね8秒に変化したりだとか、いたわりが遅くなったり、窓枠の乗り越えが遅くなったりするアップデートがね来ました。ちなみにあまりのね雲の強さにまあ対処しようっていうことで、当時無敵ポジションっていう雲がサバイバーを持ち上げられない場所っていうのがまあ一定数存在したんですね。これはね運営からの救済措置とか何でもなくて、ただのグリッチと呼ばれるまあバグの一種だったんですけど、もう雲って分かってファーストチェイス始まりそうってなった時にはもうま速攻で無敵ポジに突っ込むサバイバーっていうのも多くいて、まあ一部ね問題になったりとかもしてました。雲がね強くなりすぎたので、チェイスよりも通電を早くしようっていうムードになって、爆速パと呼ばれる、疑心眼が入るようなパーティーがちらほら出てき始めました。
雲が全盛期の時に、まあ、占い師がね、スタメン入りすることで、まあ、空軍、義士、神官、占い師っていうパーティーが、結構ね、多かったなというふうに思います。ちなみにこのシーズンでは、バルクおじいちゃんと、女子に大人気のイケメン脳幹師が追加されました。で、このシーズン中に5段以上の段位では、1キャラね、バンをすることができるバンピック制度が導入されました。それまで雲なんて注目もされていなかったんですけど、まあ、雲がね、ものすごい注目を浴びた、そんなねシーズンでした。 S4 広いマップではね祭祀っていうのはよく使われていたんですが、ここでね祭祀がさらに強化が入って、長距離ワープがね使用が可能になりました。当時の祭祀っていうのは現在の祭祀と違って祭祀のワープをねハンターがくぐることができなかったんですよね。度重ねるハンターの不遇環境に、まあ、運営もね試合が始まってから3分半までは、解読がねちょっと遅めで3分半後に、解読加速が入る、現在の、まあ、解読速度のアップデートが追加されました。 S4 中に、キャラ認知っていうね第五人格を廃人間にさせてしまうような、認知制度もここで追加されました。ちなみに S4 でね追加されたハンターは世界大会でもね最も使用されるハンターであるこの魔女がね追加されました。まあ当時はね操作性が難しすぎて、まあ、誰も使っていなかった印象がねあります。世界大会も開催されたこともあって大きな盛り上がりを見せたねシーズンだったのかなというふうに思います。 S5 ここで、まあ、長きにわたってねハンターのね憎しみの対象である呪術師探鉱者が登場することになります。このシーズンで、まあ、スタンブームがね到来することになりました。サバイバーがハンターをね追いかけるようなねどっちがハンターなのかもうわからないよというふうに思ってしまうようなシーズンを迎えることになります。ハンターの方であればねここでね結構心を折れた方がね多かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんなハンターのね心を映したかのようなね泣き虫もこのシーズンで登場することになりますが、ただ余計に泣かされることになるだけで特に話題にもなりませんでした。で、ここで、レオの思い出がランク戦に追加されることになりました。まあ、当時のね、レオの思い出のマップっていうのは、なかなか害悪で、スカイの窓枠が2個あったり、板があったり、ハンターをね、追うことができないマップとなっていました。現在でもね、追いづらいマップだったんですけど、当時はよりね、もう追うことができないようなマップになっていました。この頃から、海外の第五人格プレイヤーもいるので、左右、右下じゃね、わからないよっていうことで、時計でね、自分の人格を教え合う、3936呼びっていうのがこのぐらいの頃から流行り出します。どの層をターゲットとしてコラボしたのかわからない伊藤淳二コラボも実装されました。まあハンターがね負担でいじめられるっていうのが、まあ、この S5 のね環境だったのかなというふうに思います。 S6 この S6 シーズンで館システムが導入されて、なんか最初は動物の森みたいで楽しいっていうふうなね意見がね多かった記憶があります。サバイバーとハンターでね協力する55のランク戦がね実装されることになります。大会みたいで最初はもうずーっとね55やってましたね。このシーズンでトカゲがね実装されることになります。トカゲの衣装がねローソン店員に似てるよねっていう風にちょっと軽くいじられて、その後特に話題になることがありませんでした。で、このシーズン中に度重なるねハンター不遇環境に運営がついにね重い腰を上げてハンターサバイバーの人格ね120に調整することになりました。人格120調整によって、ハンターは裏向きカードっていう試合中特質を変えることができる人格をね使うことができるようになりました。で、この頃に上位体で猛威を振るっていたバルクが弱体化することになって、チェア周り暗号機ゲート壁の時間が短くなってバルクの時代が終了となります。まあ、人格のね幅が広がったっていうのが、まあ、このシーズンでね大きくあった出来事かなというふうに思います。 S7 この S7 シーズン中に日本版の第五人格が1周年記念を迎えることになって、ペルソナコラボがね実施されたりだとか、血の女王がね実施されてセールスランキング1位をね取ることができたりとかしました。神髄ガチャでは一等航海士が登場したり、まあ、うちのねおばあちゃんの寝る前の姿みたいなね神官の衣装が実装されたりとかしました。ハスターのスキルがね大幅に変更になって、足が速くなってね性能自体が非常に優秀なものになって、無事ね環境キャラねとなって、バン対象とされるようになりました。この頃に現在のねハスターとなりました。もう一つ大きな調整としては、長らくね使用されていなかった空軍の調整がここで入ることになります。まあ、傭兵の方が救助は安定するので空軍
は使用されずに、ずっとね傭兵が救助キャラとして使われてきたんですね。そんな中でやっぱ長らく使用されていなかった空軍の調整がねここで入ることとなります。でこの調整はデバフの軽減、具体的には仲間思いの調整が入りました。仲間思いっていうのは仲間がロケットチェアに拘束されている時に暗号解読速度がね 60% それまで低下していたんですが、それが 30% 低下になって大幅なねデバフ軽減となりました。でさらに、まあ、空軍のね銃撃つまでのモーションを早くしたりとかすることによって銃を避けられることが少なくなりました。まあ1周年記念ということもあってか、ブラックジャック機能というのも、まあ、実装されました。まあ最初はね僕もちょこちょこプレイしていたんですけど、正直ルールがさっぱりわからなかったのでブラックジャックは途中からプレイするのやめました。まあそんな今夜で、まあ1周年記念ということもあってね、豪華な衣装がね、リッパーの衣装だとか、庭師の衣装だとか、まあ、かなりね人気キャラクターの衣装も実装されたりとかして大きな盛り上がりを見せた、シーズンだったのかなというふうに思います。S8 には、まあ、バーメイドが実装されたりだとか、で、まあ、占い師バーメイドなんかがね、ちょっとね、流行ってたりとかもしました。で、そんな中でね、まあ、ボンボンが実装されたりだとか、祭祀が強化されたりだとか、することになりましたね。また、ペルソナコラボの第2弾も、この S8 で実装されて、ペルソナのね、衣装が実装されたガチャですね。まあ、そんな中ね、まあ、ハスターがここで弱体化してね、触手持つ動作中にはね、足が遅くなったり、まあ、スキル攻撃でね、救助キャンセルがされなくなったりとか、まあそういったね調整が入りました。触手をヒュンヒュンヒュンと動かすスライド触手なんかもね流行ってたりとかもしたんですけど、数ヶ月くらいでスライド触手は修正されてしまいました。でまあちょっとハンターが厳しめのね環境がねちょっと続いてはいたんですけど、まあ S8 はこんな感じで終了しました。S9 では、COA3 が開催されたりだとか、シザーハンズコラボが開催されたりとか、大きく盛り上がっていたなというふうに感じます。まあ、ステージとしては、黄金の洞窟がね、ここで実装されて、このステージめんどくさくねっていう、まあ、最近はあまり好かれている印象はないステージですね。年末ということもあってね、クリスマスイベントが開催されて、まあ、大晦日にね、配られる謎のサンタエミリーがね、配られたりしました。まあ、魔女版がね、グリフォン隊でも当たり前のようにされるような、なんかシーズンだったなというふうに、個人的には思ってます。S10! これまでは傭兵空軍騎士占いっていうのが固定化されていたんですけど、まあ、墓守が実装されて、墓守がね、出動することもあったりとか、機械騎士の弱体化のアップデートが追加されることによって、機械騎士に代わって囚人がね、スタメン入りすることも増えてきました。1年以上のね、スタメンだった機械騎士がね、使われてなくなるっていう、やっぱ大きな環境変化が起きましたね。そんなわけで、まあ、今日に至るまでね、こういう第五人格の歴史がね、ありましたよというお話でした。こう振り返ってみると、第五人格もね、環境が変わるときっていっぺんにガーっていうふうに、変わったりとかするのが、やっぱ第五人格なのかなというふうに思いますね。まあ、少しずつね、また環境が変わっていくのかなというふうに思うんですけど、現在に至るまではこんな風な歴史がありました。まあそんなわけで、ちょっとね、長い動画になってしまったんですが、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ!